このスペースは特徴の一つかなと思う。これはあの7人とかの。7人できちゃうんですか。はい。もう全然余裕なの。めちゃめちゃ余るじゃないですか。はい、どうも皆さんこんにちは、モーターズチャンネルのガキです。今回ですね、こちらダイレクトカーズさんの厚木ベースの方にお邪魔しております。そしてここは厚木ベースのガレージということで、めちゃくちゃおしゃれな車たちがたくさん展示してあるんですけれども、その中でも今回はですね、ハイエースのナローボディ、いわゆるワイドではなく通常のボディサイズのキャンピングカーがどのような形であるのか、そしてどういうふうにそのキャンピングカーを選んでいけばいいのかっていうところをより詳しくですね、スタッフさんに聞いていきたいと思います。はい、ということで改めましてダイレクトカーズの船入さんです。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今回はちょっとですね、いつもの新作のご紹介とはまた別個になってまして、キャンピングカーのハイエースナローボディ特集ということで、はい、船入さんに何台かちょっと今回ピックアップしてもらったということで、はい、まずこちらが1台目ということで、はい、これはちなみに何でしょうか。これはリトリートナローの5ドアモデルでございます、はい、なるほど。まあなんかすごい僕の中でダイレクトカーズさんの中で売れてるイメージがある車ですし、前にもうちの方でも特集させてもらったものですよね、はい、なるほど。こちらがまずおすすめの1台だと。そうです。であと今回そのもう1台ご紹介するものもおすすめということなんですけど、全くタイプが別なんですよね。そうですね、まあ、ちょっとターゲットが違うっていうのと、はい、使い方もちょっと違う使い方になってるので、まあ、そういう感じではこうちょっと違う車になってます。なるほど、はい、じゃあ本当にお客様の層で、まあ、この1本の動画で比較ができてしまうので、はい、それぜひ最後までご覧いただければと思うんですけど、はい、まあ、このじゃあリトリートの5ドアモデルだとおすすめの方っていうのはどういった方になりますか。主に2人ぐらいの使い方、はい、2人とこうペットとかそういうような使い方をまあメインにしてます。そういうことですね。本当にじゃあ 2,3 人ぐらいの少人数で、はい、どっちかっていうと結構バンライフをしていきたいみたいな方向けですかね。そうですね、おしゃれなバンライフなイメージを持ってもらって OK です。結構、まあ、ご購入される層の方は幅広い世代であると思うんですけど、じゃあ結構比較的その少人数でキャンプとかアウトドア楽しむっていうところでおすすめな1台ってことですよね、はい、で外装も結構アウトドアチックな感じで、デカールがもうリトリートでやっぱ分かりますねそうです、これはもうあのリトリートのまあ特徴の一つですよね。そうですよね、はい、あとはバンパーガードと後ろのこのキャリアラック、キャリアもつけてます。こちらに関してはベスプションでこういろいろ好きに好みで変えられるっていう感じですよね。そうですね、うんうん、まあ、これに関してはこういろんなオプションも一旦ちょっと入れてみて、はい、アウトドアにこういう使い方できますよっていうのも、まあ、ちょっといろいろ見せてる車両なのでいっぱい入ってます、ね。なるほど、まあ、よりこうキャンプとか、まあ、本当山とか海とかのロケーションに合いそうな見た目になってますよね、はい、で注目はやっぱり中の仕様が今回2台が全然違うので、はい、早速じゃ中をご紹介してもらえたと思うんですけども、はい、はい、ということでこちらですね、リトリートの5モデルの室内になっております、はい、かっこいいですね。やっぱりリアルウッド、リアルウッドの室内ですよね、はい、この木のぬくもりはなかなかここまで徹底してるところも少ないですよねそうですね、まあ、これを出したのもブームの走りのところで出してるんですけど、はい、車の中で寝るっていう印象がこれでだいぶなくなりますんで、うんうん、そうですね、なんかこうやっぱログハウスっぽい作りで、はい、なかなかねあのキャンピングがたくさんあるんですけど、内装でここのルーフまでバチバチにやってるのってあんま少ないじゃないですか、はい、なのでもう本当雰囲気からもう非常に映える1台になってるんじゃないかなと思いますし、はい、天井もこのスポットライトおしゃれですよね、まあ、これも調光効くので、はい、あ、調光でじゃあ各箇所明るさを自由自在に変えられると、はい、でこれまあ一応ベッド展開にしてもらってるっていうことなんですけど、はい、ここでやっぱり読書したり、まあ、結構小上がりになってて、まあ、2,3 人ですかね、就寝でいうと。そうですね、僕ちょっと一回寝転んでみると、はい、あ、めちゃめちゃ余裕ですね。こう一応オプションで、はい、こういう延長マットっていうのを追加してもらって、こう2人寝れるぐらいですね。あ、なるほどなるほど、はい、基本は別にこの1人でバンライフみたいな形でもいいし、はい、これつけちゃえば2人でも寝れちゃうし、はい、これしかもベンチ
そうです。取り出してしまって、はい、いいところにこの台があるんですよね。そうです。まあ、こんな感じでキャンプギアを運んで、ここでいいですよね、囲ってもらっても。はい。でもこういう厚木ベースさんとか、まあ、三重のお店さんとかに足を運ぶと、実際にこういうキャンプギアとかもたくさん見れるんで、よりイメージつきますよね。特に厚木の方には、はい、いろんな道具アイテムとかももう常に置いてたりはするので、うんうん、確かになかなかこの辺イベントがあると難しいですよね。そうです。さらには船井さんのおすすめポイントがありますか？そうですね、まあ、ここがちょっとしたこう書斎みたいな使い方ができるので、うんうん、使わないときはこう収納ができるんですけど、なるほど、ちょっとしたテーブルにも使えるっていう、はい、まあ、このスペースは特徴の一つかなと思います。もうまさにあれですね、動く書斎というか動く隠れ家的な感じで非常にいいんじゃないかなと思いますので。あと船井さん、このコンロ台も特徴的ですよね、このリトリートの。そうですね、リアゲートの部分が屋根がついてる感じになるので、はい、ああ、そっかそっか、なるほど、はい、ちょっと小雨とかでも全然いけそうな感じですねそうです。まあ、後ろの部分をこう有効活用で引き出しでここで作業してもらってもいいかなというイメージで。確かにサイドテーブル的な形も使えちゃうし、まあ、これこのキャンプギアが入ってるけどってことですよね、はい、そしてさらにやっぱりこういうね、あの天井で今このバックドアも指摘ありましたけど、しかも内装も木目調に変わってるので、はい、いつもの車感は感じないかなと思います。収納も結構多いですもんね、ここの辺の扉もあったりとか、はい、もう家具ですよね、完全にですね、うん、はい、おしゃれなログハウス風家具がもう備え付けであるので、はい、じゃあ改めてどちらかというと、じゃあ少人数でプライベートな空間を楽しんでもらう方はこちらのぜひリトリート5ドアモデルを検討してもらうとよろしいかもしれないですね、はい、じゃあ続きましては、じゃあどちらのファミリー層向けのナローボディのキャンピングがあるということなので、はい、はい、そちらもご紹介していきたいと思います、はい、モーターさあということで船井さん、はい、2代目ですね、はい、めちゃくちゃあのハイエースたくさんありすぎて、そうです、大丈夫ですか船井さん、救急になってますけど、もうめちゃめちゃ救急になってますけど今回紹介するのはこれですね、はい、そうです、この車両です、はいはい、他はワイドサイズですもんね、はい、これあれですか、グレードで言うとさっきのリトリートはデラックスベース、はい、デラックスベースです。なので6人乗りでしたよね。そうですね。2代目のこちらはどういった商品になるでしょうか？こちらのフューチャーフリーワゴンっていうシリーズになってて、はい、で通常のサイズは5人乗りのものだと思うんですけど、はい、これはあの7人とかの、7人でいけちゃうんですか？はい、なってます。なるほど、これ分かりますかね、ハイエースデラックスは6人乗りなんですけど、はい、どちらかというと、まあ、デラックスは商用タイプ、はい、でこの GL とか、はい、スーパー GL になると、まあ、普段使いよりなちょっと上級グレードそうですねになってくるんですけど、はい、ただそれは5人乗りになっちゃうと。前にあれですもんね、デラックスは3人乗るみたいな感じですね。そうですね、3人乗るところがここはアームレストコンソールとか、そうか、センターコンソールになってくるので、はい、5人乗りになっちゃいますよ。それが7人になると。そうです、しかもこれあれですか、ダークプライム2をベースに、はい、作られてます、はい、で見た目はこれ一応ベースの形ですよね、そのまま、はい、で注目のじゃ中ですね、早速、はい、見ていきましょう。はい、見ていきましょう。さあこちらになっていきます。めちゃめちゃおしゃれなんですけども、はい、これシートすごいいいっすね、この色味。ありがとうございます。しかもなんかちょっと普通のレザーとかと違いますね。防水性のある生地になっていて、はい、こうデザインと機能性をこう合わせた、はい、素材を使ってます。なるほど、アウトドアにもいいですし、はいはい、これ一応柄的にはジーンズみたいな感じなんですか？はい、そうです、ジーンズ柄のものだと思います。最近結構人気ですね。あ、もう今時というか、はい、確かに通常のダークプライム2だとここまでですよね、セカンドシートまで、はい、でこれですよ、密室にもう一席作っちゃうと。そうです、これ嬉しいですね。これで7人乗りで、さっきのリトリートよりも乗車定員が多いんで、今回その船井さんが言ってたファミリー層の方向けはこちら。そうですね、じゃあちょっと早速後ろの方も見てもらいたいなと思うんですけど、はい、後ろから見るとこんな感じですね。さっきのリトリートはこの辺のギミックが多かったんで、はい、どちらかというと少人数で書斎みたいなイメージでしたけど、もうどちらのいっぱい乗ってもらってって感じですね、こっちは。そうですね、結構空間を多くしてありますね。キャンプギアとかもたくさん後で乗せられるような感じになってますし、この辺も取り外し可能なんですね。そうです。なるほど、でこの下とかは収納スペースになってると。そうですね、ちょっとした収納といいですね。たくさん荷物も載せるし、しかもこれダークプライム2だと内装の内張りとこの天張りが黒になってくるんで、そうです、
スマートさは抜群ですですね、はい、このスポット照明の後付けでそうです、これオプションでこの調光可能なやつですね、はい、そうですそれしかないですねなのでもう空間もどちらかというとじゃあシンプルかつスマートにまとめていると、はい、でまず魅力のポイント一つ目がその7人乗りのところと、はい、2つ目結構シートアレンジがこれ結構多彩っていうところでこれフルフラットになるんですよね。フルフラットになります。じゃあ早速ですがじゃあベッド展開見させてもらっていいですか。はいはい、めちゃめちゃ簡単ですね。ちょっと席スライドさせてリクライニング倒しちゃえばもうこのフルフラットになっちゃうと。はい、いやそれにしても広いっすね。めちゃくちゃ広いです。いやすごいな。船井さんぜひ乗ってみてください。はい、僕が寝てもよいしょ全然余裕なの。めちゃめちゃ余るじゃないですか。はい、ここでも寝れますし、はい、でしょ、うん、どの位置で寝るかはもう自由自在ですね。はい、僕でもこういう、はい、あの内張りがありますけれども、はい、寝れる場所で行けば足ちょっと曲げればいけるんで150ぐらいの長さは全然横幅あるので斜めとかになってもらえれば全然寝れると思う。まあ、お子さんなんかだったら全然余裕で全然余裕です寝れちゃうんで。そしたらお子さんあっちの方に寝てもらって、はい、まあ、お父さんお母さんこっち側寝てもらって、はい、って言ったら全然就寝は取れちゃうっていうところはやっぱすごいいいっすよね。ファミリー層って行きたいんだけど忙しいし準備大変だし休み合わせないといけないとか本格的なキャンピングカー諦めちゃう人いると思うんですけどこういうのだったら普段使いメインでエントリーしやすいですよね。そうですね、もう普段使いをメインに考えてる仕様にはなってます。でしかもまあ先ほど言ったあのベースの車両自体がダークプライム2なんでそもそも車としての機能が豊富にあるんで普段使いがよりしやすくなってい、うことでまだ他に展開とかできたりするもんなんですけど実は対面っていう展開方法もあります。あ、対面もできるんですか。はい、それちょっと見させてもらっていいですか。はい、あとは背もたれを起こしてあげれば、はい、これも対面に。あ、なるほど、はい、じゃあせっかくのあっちから見て回りましょうか。家族みんなで団らんの空間も取れちゃって、はい、あ、結構スペースありますね。結構ありますよ。しかもこの横がなんかいい感じにサイドテーブルみたいになりそうですまあ荷物置いたりとか、はい、カバン置いたりとかもできますし真ん中に、はい、あのオプションで取り外せるテーブルを立てたり可能なんですね。はい、なるほど、たくさん展開ありますね。もうでもさすがにもうあれですよね、中心とかもさっき、まあ、これ7人乗りですけど7人ここに横並びきついじゃないですか。はい、その他方法とかあるんですか。なんか実はベッドがオプションで付けられるんですよ。付けられるんですか。この車両今付いてないんですけどすぐ横に、はい、横側ちょっとワイドボディなんですけどこれ一応ワイドですけど、はい、ナローボディでも同様にいけると。はい、この位置に付くんですか。そうです。上は何人寝る仕様ですか長さがここまでないんですけどだいたい2人ぐらい。あ、はい、就寝取れると。はい、この2段ベッドがこの辺に付くってことですね。そうです。じゃあ上と下で実際寝ていただけると。はい、じゃあどちらかというとそういったリトリートは本当にキャンプ本格的にやりたい 2,3 名ぐらい、はい、の人におすすめだよと。そしてこちらのフューチャーフリーワゴン、フリーワゴンの方は、はい、まあ、7人乗りですからね、一般のボクシーとかの、ね、7人乗りと同じですから、はい、通常ミニバンとしても使いいただけると、はい、これぶっちゃけちょっとすごい答えづらいと思うんですけど、はい、どっちが売れてますか。最近は、はい、こっちです。あ、そうなんですか。はい、なんかダイレクトカーズさんリトリートのイメージすごい強いんで。そうですね、結構リトリートの方も人気なんですけど、はい、最近ファミリー向けの方も欲しいっていう声が多くて。なるほど、はい、確かに最近あのコロナ禍でキャンピングカーって一部の層だけだったものがやっぱり結構幅広い層に広がって、分母で言ったらファミリー層が多いですもんね、人口的に。なんでこっちの台数が上回ってきたと。はい、どっちも人気だけどってことですよ。まあ、ご自身の使い方に合わせて、例えば若年層ファミリー層というかちっちゃい子供がいるよみたいなところで最初こっち買っといて、お子さんが大きくなったら次はリトリート買おうとか、はい、っていうのもいけそうですね。全然ありだと思います。うんうん、ハイエース結構リセールも効くので。確かにそうですね、はい、乗り換えとかも車取り多分高く取れそうなところもやっぱありますんで。じゃあ同じハイエースのナローボディなんだけどダイレクトカーズさんのいろんな商品に応じてライフステージで商品の選び方が変わってくると。はい、まさにこれナローボディのいい特集だったんじゃないかなと。そうですね、まあ、そういう風に選んでいくとよりぴったりと合った車両が見つかるって感じですかね。はい、うん、ありがとうございます。
はい、ということでもう今回ですねこういった形でダイレクトカーズさんのですねハイエースのナローボディ特集ということで2台ご紹介させてもらいました、はい、詳しい詳細はホームページですかね。そうですね、ホームページであったり、はい、実際にこう店舗に来ていただいて、はい、使い方の相談をいただければご案内ができると思います。そうですね、一度買う前にここ見てもらいたいですね、はい、なるほど、まあ、納期とかですね金額についてはこちらのですね概要欄の方にダイレクトカーズさんのホームページ貼っておきますのでそちらご確認ください。またこの動画がですねいいなと思ってもらった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるのでぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。